9月14日別府ビーコンプラザで F リーグ2014-2015 シーズンパワードバイインゼリー第12節の試合が行われました。今回の相手はペスカドーラ町田。両チームともに勝てば2位浮上という大切なゲーム。この日は JFA リスペクトフェアプレーデイズとして試合開始前に両キャプテンによる差別・暴力根絶宣言が行われました。エフェ会員との写真撮影でパワーをもらった選手たち、いよいよ試合開始です。開始早々から馬刺しペース、町田もすかさず反撃、田村のナイスディフェンス、柴野の強烈なシュート、しかしポスト直撃。馬刺しを置いたシュート数で大きく上回るも両者一歩も譲らず0対0のまま前半戦を折り返します。後半開始、森村の左足、リブやドリブルからのシュート、町田の守護神イゴールに弾かれてしまいます。バサジーのゴールを守る村山も連続セーブ、両キーパーの好セーブによりなかなか得点が入りません。試合が動いたのは後半7分、リブやのシュートをイゴールがキャッチ、そのまま自ら駆け上がりバサジーゴールを襲います。松山がなんとか体で止めるもこぼれ球を本田に決められ0対1、バサジー大分先制を許してしまいます。なんとか追いつきたいバサジー大分、たびたびチャンスを作るも町田のディフェンスをなかなか崩せません。後半13分、松山が鋭いプレスでボールを奪うと相手もすかさずファウル、このファウルがレッドカードとなり町田の選手が退場となります。そして見せてくれたのはやはりこの男。後半14分、キャプテン細野のミドルシュートにより1対1、同点に追いつきます。その後も果敢に攻め続けるもゴールを奪うことができず、そのまま試合終了。8点1を分け合う結果となりました。試合終了後には選手たちによる広島土砂災害の義援金募金活動を行いました。ご協力ありがとうございました。12節終了時の結果はご覧の通りです。2位浮上のチャンスを逃した馬刺しを置いた得失点差で4位となっています。来週はアグレミーナ浜松とのホーム戦、頑張れ馬刺しを置いた。